なんか毎回お風呂上がりって聞かれるの。なんで？メイク配信じゃないよ。一番最初にリップつけただけです。今日は充電大丈夫？大丈夫です。あ、ありがとうございます。音が飛んでた。すごい名前が。オフショル、そうね、オフショル。でもあんまりこれオフショルにしてきないかも。これね、たまーに配信とか握手会でも巻いてたのかな。花束もありがとうございます。ん、花束また来た。どうも、かわいいもありがとうございます。今日の話題は特にないんです。なんかありますか？逆に。ご出館とありがとうございます。ライトあるよ。私のライト見る？リングライト。今日映画グリーンマイル放送してたけど見たことある？んー、待って、名前めっちゃ聞いたことあるんだけど。あるのかな、どんなやつだ。今日ね、なんだっけ、ハーだっけ、え、違う、なんだっけ、ちょっと読み方わかんない。今日でも映画見てたよ、アマゾンプライム。見たことあるかも。ちょっと待って、どんなのか思い出せないけど。あ、待って、分かったかも。え、テレビでやってたんですか？ああ、分かった分かった分かった。はいはいはい。ラジオにお呼びかからない。劇場公演以来一回もなんかニートです。ずっと、多分ずっとニート。
しいね。洋画は字幕か吹き替えかどっちで見ますか。そうだから最近なんかずっと映画見てるけど、でもどっちも見るかな、割とどっちのバージョンでもその時の気分による。絶対になんかどっちじゃないとやだとかは特にないかも。なんかうん、その時の気分かな。リングライトね、ちょっとでも1個ねあれだよ、ちょっとなんかカバーがうまくさはめられなくて、なんか1個だけ出ちゃってます。え、これ見せられるかな。むずいんだけど、ここにスマホも置けるんだよね。これはなんだっけ、前配信とか YouTube とか SNS やってた頃に買った、自分でで全然もうノグエキとか使ってなかったんだけど、一回だけなんかお家戻った時に持ってきた。その時多分なんか YouTube とかやってたから大きい、大きいですよ。めっちゃ多分部屋にあると邪魔よ邪魔、割と幅取ると思いますね。土台もしっかりなってるから、持ち運び大変でしたね。でもなんか、あ、そう、これがケースだから割とまあ肩かき取りすれば全然いける。ハートありがとうございます。逆に大学の持ち物とかの方が大変だったか。あと楽器とかの方がさ、なんか壊れちゃダメだからさ、めっちゃなんか細かい部分が変わっただけで壊れちゃったりするから、楽器とかの方が意外と持ち運びは大変だった。うん、ハント佐賀ありがとうございます。そういうのってどこで売ってんの？
ネット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 が一番、まあだからただ買うだけで、私みたいに引っ越しとか遠いところ行かなければ全然お家用だったら特に不便はない。書き運びはね、でも割と小学生の頃から書き運びやってるけど、なんか大体私は軽い楽器をやってたので、パーカッションとかを運ぶの手伝ってましたね。ろうそく、ありがとうございます。初初見だ、ろうそく。なんだっけ、あ、そう、ティンパニーとか運んでた。あとさ、でもピアノとかはさ、意外と下のなんか動かすコロコロってやつをつけたら、意外とピアノは全然5人ぐらいいれば、頑張れば移動できるけど、打楽器、パーカッションのさ、階段の上り下りとかめっちゃ大変だった。なんか音楽室から外持っていくホールとか文化会館とか分かんないけど、持っていくときになんかいちいち階段で楽器を運んで下ろすのは大変だった。私そう、ピッコロやってたから、ピッコロこそさ、もうこれでリュック入れて終わりだから、めっちゃ簡単だった。まあ基本部の時はある程度ね、背負ってたけど、いつも背負ってたギター。バイオリンもね、しょってたね。チューバーはでもまあコロコロ使えば移動はできるかな。だからなんか階段がめんどくさいよね。15分もたった。10日連続。いやだから多分私それで水分だったから、割と重いものとかなんか体力とか筋力はめっちゃあった。全然割と何でも持ってたし、あと中学の時とかもなんかクラスのみんなと腕相撲やっても、なんか私他の人負けるのに
なんか私はなんか男子とかにも買っちゃうの。めっちゃ力持ち。あとあれだな、なんかお兄ちゃんと近くの家の近くの公園になんか木がいっぱいあって森って呼んでたんだけど、森に行ってなんか木とかを運んで秘密基地を作ってた。だから丸太とか運んでたし、割と力もあったんじゃないかな。バラありがとうございます。水分は力つくよ。その筋肉、あーでも売り子はねまた別なんだよね。売り子はこっちの筋肉っていうよりかは、まあでもそっか、軽音とかに近いのかな、肩だから。あとは全然こっちはもうコップとビール出すだけなの。あと絶対踊ってたし、ある程度は多分体力とかあると思う。体力なきゃ多分大学と両立してないし。あ、ギターね、ギターでもなんかずっと肩やってると意外と肩痛くなる。一番人気はフルートでしたか。え、どうなんだろうね、まあ、人気はあるね。一番かは分かんないけど人気はあると思う。でも私はまあもともと水分入る前からフルート持ってたっていうのと、でもそれはあんま関係ないかな。お兄ちゃんも同じ小学校で、で2校上だからなんか部活4年5年6年だけど、4年生の時に6年生のフルートの先輩とかがなんかお兄ちゃんと同じクラスだったりして普通に関わりがあったから入れてくれたのもあるかもしれない。コネだね、コネ小学生のコネ。まあでもちゃんとあれよ、なんか吹いたり最初吹いてやったりとかした。中学は普通にテストとかあった気がする。ソロコンクールとかもさ、なんか出る人一人一人みんなの前でなんかやって、顧問の、違う顧問じゃない、なんか外部の指揮者の人とかいるんだけど、なんか本当オーディションみたいな感じでやったね。
今日画質良い。多分ねライトを使ってるから美白モードを下げてるんだよね。美白モードあるとなんかもやーってなるから多分ない方がくっきりは見えると。サックスクラリネット、多分私の予想だけど中学の時は一、まあ、フルートかオーボエかなな気がする。私の時は木管結構人気多かったのかな。オーボエは多分こう学校によっては小学生の時とかない楽器だったりするし、やっぱり人も少ないし、なんか魅力はあるよね。こんばんは、初見さん。トランペットか。ありがとうございます。ハート。ケースが落ちた。DNA 買ったよ。私でも個人的にはホルンが好き。ホルンの音が好き。音で選ぶならホルンかな。でもホルンってさ、なんか下手だとめっちゃやっぱ全然音違うからさ難しいんだろうけど。コルネットとかもいい。バンドだったらベースが一番好き。
音だったら。でもね、ベースだけね、やったことがないんだよね。ドラムとキーボードとギターはあるのに、ベースだけないから。ベースもマスターできたら完璧。ホルンね、吹いたことないんだよね。音が一番好き。ドラムやったことある？なんだっけな、当時はサイレントサイレンとか、あとカナブーンとかかな。あ、カンジャムめっちゃ好きなんですよ。カンジャム見ちゃうとマジでバンドやりたいってなる。いいよね。たまにテレビつけてカンジャムやってるとわーって見ちゃう。楽しい。なんか音楽の番組って楽しい。めっちゃ好きです。なんか自分の知らない音楽を知れて、でその後になんか検索して聞いたりする。さ、テレビだからさ、全部言葉でさ説明するじゃん。なんか結構私がやってきた音楽とか踊りってさ、まあ、言葉よりもなんか表現みたいな感じだから、なんかあんまさ言葉で表現することってさ少ないから、改めてなんか人の説明とかで聞くと、ああなるほどねって思うこととかある。面白いよね。最近見てない、私も見てなかったな。なんか川谷絵音さんが出てた回から見てない。普通になんかやってたら見るけど。でもあれ見ちゃうとバンドやりたくなっちゃうから、普通に音楽やりたくなっちゃうからね、注意ですね。あともともとその私中学までは本当にクラシックばっかで、高校で初めて軽音部でなんかいろいろバンドとか聴くようになって、でなんかそっからハマっていったので、その過去のバンドの曲とかあんまり知らなくて、まあ、J-POP とか全体がそうなんですけど、だからなんか今更ながら知れる、なんか知ることとか。グループ内でやったらみたいな
すっごいよくコメント来るし、あるけどね。まあ現実はなかなか難しいんだろうけど、勝手にだからなんかプライベートとかでやりたい。私は多分お仕事とかにはできないと思うから、私レベルじゃなんか普通になんか趣味でやりたい。顔今日と明日仕事です。平日出勤ファイツ。その頃 SD 聞かなかった。全然分かんなかった。なんか大学でユニドルで参加は踊ったから、あの新宿レーニーかな、カシンキバコースとか忘れちゃったけど、賛成かわいいは知ってた。あとパレオもギリなんか名前とかは知らなかったけど、よく聞いたことあるかなぐらいかな。あとは入ってくるてか今も知らない曲いっぱい。ピエンです。歌唱力はね多分出るよ。昔の SK 大好きだったんでいろいろ聞いてほしい、聞いてみてほしいです。何がおすすめですか？なんかライブ映像とかもさ、なんか見てみたいけど、なんか何がいいのか全然、なんだろう、どれ、何から手をつけたらいいんだろう。でも結構言われる、入ってからなんか周りとかもさ、なんか連絡とかじゃないけど、なんか入ったんだって言われて、なんか結構昔好きだったっていう人が多いから、なんか昔好きだった人も多いと思うし、私の周りもだから、なんかその頃の見ればいいのかな。ありがとう。昔っていつ？昔っていろいろあるよ。そうだからあれだね、ハートありがとう。それこそさ、関ジャムじゃないけどさ、なんかこうこうこういうところがいいから好きみたいな、こう知れたらすごい興味持つかな。メンバーはね、ジュリナさんは知ってたよ、須田さんも知ってた。なんか須田さんは総選挙で知りました。あとなんか柴田彩さんは私が普通に
アベマでバイトしてたから、まあ関わってたっていうかお会いしてたので、よく見ては、喋ったことはないけど、お見かけはよくしていました。番組がやってたので、 A さんが出てる、その3人は知ってた、もともと。なんか他の方は全然入ってから知ったんですけど、最初わからなすぎて、なんか誰がすごい人とかもわかんないから、なんか周りの対応じゃないけどさ、で見てた。この人多分なんかすごい先輩なんだろうなっていう、なんかすごいね、周りを見て判断してた、慎重に。なんか、いや、メンバーのじゃなくて、なんか普通にスタッフさんとか周りの人のなんか空気感とかを見てた、私は。ふさんコラボ配信してた。あ、そう、だから私多分この間なんかコラボできるらしいよってふさんに LINE したからかも。柴田さんすごく素敵な方でした。私だからお水とか置いてたもん。なんか置いて、でなんか座る場所とかにさ、ちょっとしたリップとか鏡とか置いてて、空いてあるところとか名前とか言ってた。これ使ってるんだみたいな思いながら、ゆさんにね、前なんかいつできるって聞いたら、なんかいつ以降だっけな、なんか多分土日とかならできるのかな、多分。紅白ね、なんか地元いた時とかは、でも外にいたかも、普通に中学の頃の女の子5人ぐらいで年越してた気がする。
月間もちょっと見てた。それかもう完全に寝てるか。2012年15歳。13高1ぐらいかな。何やってたんだろう。寝てたかな。でも中学、あ、多分だから外にいたの普通に。あ、分かった。多分その時期になんかいつも行く神社があって、なんかその女の子5人ぐらいで集まるんですけど、なんかめっちゃギリギリに集まって、なんかまだみんな自転車で移動してる途中に年を越した気がする。普通に自転車漕いで年を越した。皆さんありますか、自転車漕いで年を越した経験。多分その頃だと思う。2012でしょ。私は多分自転車漕いで年を越した。どこを目指してるんだろうね。私も知りたい、それは。割と。ジャーの鐘ね、確かに。ハートありがとうございます。あ、一回だけあるって。いるんだね。自転車年越し。よく覚えてますね。うん、でも中学生は覚えてる。なんか まだ地元で年越してた。っていうか、なんかその頃はさ、全然なんかそういうオールとかできたんだよね。やっぱもう辛いもん今はできないと思う。まあ普段寝る時間遅くなったからあれだけど、なんかこの仕事してると朝早く起きるっていう概念がないから、遅寝はそう気にはなっちゃうけど。
正月は日本にいない。いいね。日本にいないって言いたい私も。ハワイって言ってなんか芸能人ぶりたい。高校の時とかもめっちゃなんかボールできた。テスト前の焦ってやんなきゃっていうオールと、それ言ったら大学のレポートも一緒だけど、あとただ単純にひたすらなんか高校の時にさ人狼がめっちゃ流行ったから、もうひたすら人狼を夜な夜なしたりとか。年越しジャンプしがちよね。私も空中年越しは結構あるかも。私でもグループ入ってからは年齢的にさ多分劇場公演で年越すじゃん。でその後にてかお披露目の時もそっか、普通にバスで年を越すようになった。東京行きのバスで年を越すようになった。でなんか着いて神社とか行って、入った時はね、そう今年は劇場年越しの1日から1日だっけ、何2日だっけ、でパス。天文部の観望会はオールが基本。でもなんか素敵、ロマンティック、ロマンティックひかやき。いいね。いいな、大きいサングラスしてハワイって。インタビュー受ける芸能人いるよね。確かに次の年越しだってお客さんいないしね、どうなんだ。この曲好き、振りが好き。名古屋初詣行ってないですね。なんか行く人がいれば全然行くけど、わかんない、なんかどこ
なんだろう、ね、今後わかんないよね、どうなるか。あ、てかあれだ、多分さ、もう時間も時間だから、なんか普通に送迎がさ、送迎っていうの、なんか普通にロケバスっていうか車とかで、なんかお家までメンバー一人一人のところ行って降りてってみたいな感じだった気がする。だから普通にお家行きになる。どういう基準かわかんないけど、なんか全然そんな方向一緒って感じじゃないけど、なんかそれぞれのメンバーの家回ってた気がする。あ、あいうえお順だ、多分そうね。私だって井田さんとめっちゃ喋った記憶あるもん。なんか真っ暗のバスの中でなんか喋ってた。眠たそうな順ってどういうことよ。この人は早く休ませるから早くみたいな。わかんない、でもなんかたまたまかもしれない。そんなにでも同じ方向、他の人もいたけど、よくわかんない。ちょっとで終わりにします。今日何も用事がないのにさ、朝髪を巻いたんだよね。もう取れたけど。最近筋トレしてないから筋トレしようかな。頑張ってこの後やる気をつけよう。よし、今日は筋トレするぞ。やるぞ、今日は筋トレ最近してないからしなきゃ寝ちゃダメっていう課題を課すね。今貸した。はい、とありがとう。うん、やる気スイッチ入った。ちょっとはい、頑張ります。確かに筋トレ配信あったね。あれ実家だからよかったけど。
全然やんなくなったね。あれやればさ、自分でもさ継続できるかな。毎日こんな座ってさ、口だけ動かしてもねって感じじゃん。それだったら自分は毎日やりますってなったら強制的にやらなきゃいけない。いやでも私配信じゃなくてもちゃんとやるから頑張ります。そう、みんなが承認。え、そうでもね、プランクはね割となんか最初きつかったけどさ、やっていくうちにさ結構長くできるようになった。今鍛えたい部分はお腹と足かな。でもね最近ね、なんかコロコロするやつ、前お兄ちゃんがお兄ちゃんとなんか買い物してた時に地元でなんかお兄ちゃんがねなんか器具みたいな買ってくれたんですよ。なんかコロコロしたりとか体になんかつけたりとかするとなんかほぐれるみたいな。で私がそれ欲しくてお兄ちゃん買ってくれたからなんかそれ持ってるんだけど、最近言うてなんか買ってもらってから最初は使ってたけどなんか最近全然使ってなかったの申し訳ないけど。でなんかでもなんかここ数日前ぐらいからなんか久々に使ってみたらめっちゃ変わったのね。ふくらはぎとかめっちゃ筋肉ついてるんだけどなんかほぐしたら全然もう細くなって全然違くて、首とかも使ってちょっと最近それはやってるって感じですね。よし、じゃあ50分になったら終わりにします。あと数十秒くらい。YDK、 そう YDK です。表情筋トレで配信、だって絶対スクショして世の中に出回るじゃん、やだ。明日筋肉痛になるかな。ありがとう、こちらこそありがとうございました。お元気で。50分になった、終わりにします。バイバイ。バイバイ。